衝撃トレード。先日巨人の田口和人投手とヤクルトの廣岡大志内野手の交換トレードが発表されました。実績十分で現在も力を持った投手と未来の主力候補となる内野手とのトレードはプロ野球ファンに衝撃を与えましたが、これまでもプロ野球史において当時のプロ野球界を震撼させた衝撃トレードがあったんです。そこで今回の動画はプロ野球史に刻まれた平成衝撃トレード3選を紹介したいと思います。ではどうぞ。1つ目、1993年オフに西武ライオンズと福岡ダイエーホークスとの間で行われた世紀のトレード。西武の秋山浩二外野手は走攻守3拍子揃った西武のスター選手で、93年シーズンプロ野球記録となる9年連続30発のホームランを放っていました。一方ダイエーの佐々木誠外野手は俊足高打の一番打者として、92年には打率3割2分2厘40盗塁をマーク、首位打者と盗塁王を獲得しています。また2人の他にも91年に最優秀防御率を獲得した渡辺富雄投手や、当時ダイエーのエースとして91年から3年連続2桁勝利を挙げていた村田勝喜投手らも含まれ、平成プロ野球史上最大の大型トレードとも評されています。現在に例えるとソフトバンク柳田悠岐外野手と現列秋山翔吾外野手が西武時代にトレードされるようなもんだとネットで書かれてありました。トレードの背景、今シーズンから新たに FA 制度が導入され、当時西武の正捕手だった伊藤勉捕手、エース工藤公康投手らが FA 権交渉を示唆、球団は両選手引き留めのために大幅に年俸を上げなければなりませんでした。そして来年にはチーム最高年俸の秋山外野手が FA 権取得の見込みで、引き留めるにはより高い条件が必要、それならば秋山外野手を目玉に若手の有力選手をトレードで獲得した方が球団にとっては利益が上がると西武は考えました。一方のダイエーは15年連続の B クラスに沈んでおり、当時の根本陸夫代表取締役専務兼任監督はチームを変えていくには人を変えていくしかないと考え、地元九州出身でリーダーシップがあり西武のスターだった秋山外野手に目をつけ、投打の主力を放出してまで獲得にこぎつけました。その結果秋山外野手は観客動員数上昇に一役買い、グラウンドでは負け癖がついていたチームを引っ張り、時間をかけイズムを注入。ダイエーは年々力をつけ、99年には日本一に輝きました。その後秋山外野手は2002年に現役引退し、2009年からはソフトバンクの監督に就任、在任5年間でリーグ優勝3回、日本一2回に導きました。一方西武に移籍した佐々木外野手も移籍初年度3番打者としてチーム優勝に貢献。またこのトレードに含まれた6人の中で一番現役生活が長かったのが橋本武宏投手で、西武に移籍後大ブレイク、7年連続50試合以上に登板するなど長年西武の中継ぎ陣を支えました。2つ目、2003年11月3日読売ジャイアンツと福岡ダイエーホークスとの間で行われた無償トレード。無償トレードとは選手交換や移籍金負担などが発生しないトレードを言い、報道によっては譲渡と評されることもあります。小久保内野手は長年ダイエー不動の4番打者として活躍し、2000年からは選手会長に就任、チームの精神的支柱としてホークスを支えていました。しかし2003年のオープン戦、本塁へ突入した際相手捕手と交錯、右膝前十字靭帯断裂などの重傷を負い、1年を棒に振るいました。その後国防なきチームは史上最強と言われるダイハード打線が大爆発、チームは3年ぶりのリーグ優勝、4年ぶりの日本一を達成。そして優勝パレードが行われた翌日、突如国防内野手が無償トレードで巨人に移籍することが発表され、プロ野球界に激震が走りました。この発表を受けてダイエーの選手たちは怒りの声を上げ、優勝旅行をボイコットする事態に。ただ実はこの移籍は国防内野手自身が志願していたんです。国防内野手自らの反省を書き綴った自叙伝一瞬に生きるで、このトレードについて触れられています。小久保内野手は球団フロントに前々から不信感を抱いていて、例えば試合前に首脳陣や選手、裏方さんが食事を取ったりする場所である選手サロンに一部のフロントが取引先の役員やド派手な衣装を着た女性を連れ込み、選手たちにサインを強要したり写真撮影をさせたりするなどの問題行動でクレームが出ており、選手会長だった小久保内野手は再三抗議してきたといいます。そして2003年にオープン戦で重傷を負った後、中内オーナーにとにかく最善の方法で最短で戻ってこられるようにしてほしい、そのためには何でもバックアップすると言われ、アメリカで病院を見つけるも渡米する前日にその前の話はなかったことにしてほしい、アメリカで手術することになれば経費がかかる、規定通りの70万円を出すがそれ以外の費用を自分で払ってくれと言われ、小久保内野手はこのチームで必要とされていないと感じ、ホークスに対する気持ちが離れていったといいます。
そしてダメ押しとなったのが、甲子園で日本シリーズを観戦していたホークスのフロントが、今年は小久保がいなかったから優勝したんです。彼がいると他のメンバーが萎縮して力を出せないんですと人づてに聞き、とにかくどんな形でもいいからホークスを出してほしいと球団に直訴。そして日本シリーズ後、中内オーナーに呼び出され、来年から読売ジャイアンツに行ってくれ。わかりました、お世話になりました。そして記者会見、同席した中内オーナーは無償トレードの理由を小久保君にできるだけいい条件になるようにと説明し、涙を流しました。この時小久保内野手は中内オーナーのトレードを通告された時とは全く違う姿に驚いたと言います。中内オーナーと小久保内野手は青山学院大学の先輩と後輩にあたり、何度も食事をした中、この時小久保内野手は中内オーナーが球団幹部と可愛い後輩との板挟みで苦しんでいたことを感じておりました。中内オーナーはオーナーとは名ばかりで、球団実権は大塚健史オーナー代行が握っており、中内オーナーはそれに従わざるを得ませんでした。大塚オーナー代行は選手サロンに知り合いを連れ込んだ際、抗議した小久保内野手をよく思っておらず、小久保内野手が怪我をすると2億円の不良債権と言い放ち、海外での治療費は認めず、2004年には女性社員への強制わいせつ罪で刑事起訴されました。そして小久保内野手は巨人に移籍。初年度となった2004年にはいきなり41本のホームランを放ち、4番打者として史上最強打線の中心に。2006年にはキャプテンに就任し、暗黒期のチームを引っ張りました。そして2006年オフ、 FA 権を行使し古巣ソフトバンクに復帰、長年活躍し2012年に現役引退しました。3つ目、2013年1月23日、北海道日本ハムファイターズとオリックスバッファローズとの間で行われた2対3の超大型トレード。この中で目玉となったのが糸井嘉男外野手。糸井外野手は2009年から12年まで4年連続打率3割をマークし、2度のリーグ優勝に大きく貢献。13年に開催された WBC では日本代表の4番を任されるなど、球界を代表するバッターであり、13年からはキャプテンにも指名されていました。この突然の発表を受けて栗山監督は、ファンの皆様と同様、監督としてこれほど悲しいことはないというのが偽らざる思いとコメントを残し、11年まで日本ハムに在籍したメジャーリーガーのダルビッシュ投手もこれに反応し、糸井さんトレードとかありえんとツイートするなど、プロ野球界に衝撃を与えました。糸井外野手は後年トレードを告げられた時のエピソードを語っており、球団に呼び出され事務所前で同じくトレードされた八木投手を派遣。え、なんでおるの？オリックスにトレードが決まりました。よかったやん、チャンス増えて、対戦することあったら打たせてなと励ました後、実は自分もトレードされていたとのことです。トレードの経緯、12年シーズンオフに行われた契約交渉で、糸井外野手は球団から提示された1000万円増の年俸2億円を保留。交渉役の島田球団代表によると、この時の糸井外野手は大半の時間沈黙していたというんです。球団が年俸を提示し、糸井外野手は保留の意思を示すも、イメージが悪いですよねなどと言い踏みとどまったと言います。島田代表は好きなことを言ってと何度も求めるも、糸井外野手は何も伝えることなく、ただただ沈黙の時間が流れるだけだったそうです。糸井外野手はその後会見に臨み、ちょっとショックです、生意気だけど保留させてもらいました、アップの評価をしてくれたけどもっと評価してほしかったと語りました。翌日、糸井外野手は体調を崩し、参加する予定だったトークショーを欠席。代役として本来その日プールで遊ぶ予定だったただの投手が急遽出席しました。その後、糸井外野手は過去に入木優作氏、GG 佐藤氏の代理人を担当した実績を持つ吉田弁護士を代理人として招き入れます。そして吉田代理人を伴い2度目の交渉に臨むも、進展をせず年越しが決定。吉田代理人は球団の査定に対して今年の成績の評価として低いと感じている、普通に正当に評価してほしいと徹底抗戦の構えを示し、島田球団代表も見通しは見えない、途中から代理人を使うと代理人の方も何か結果を残さないと納得しづらいというのはあると思う、でも球団としてはしっかり評価している、平行線をたどるのではという予測はあると取材に答えました。その後、島田代表の言う通り、糸井側は強硬な態度になります。なんとか金銭面では折り合いはついたものの、糸井側は初回提示の年俸2億円を不服とし、コンオフのポスティングシステム活用でのメジャー挑戦を申し入れたのです。さらに認められない場合は国内他球団への移籍を要求してきたと言います。ポスティングは今後入札金額は抑制される方向で、もし糸井外野手をポスティングにかけても高額な入札金が見込めそうにはありませんでした。さらに31歳という年齢や2億円を超える年俸など様々な要素を考慮し、球団は糸井外野手をトレードで放出し弱点を補強した方がいいと判断、ある程度先を見据えた結果として
糸井放出に踏み切りました。トレード決定後、糸井外野手はショックを隠せなかったらしく、憔悴しきっていたと言います。報道によると、糸井外野手は3回目以降の交渉を完全に代理人に任せており、交渉の詳細を把握していなかったというのです。ただ代理人を選び、交渉に当たらせたのは糸井外野手本人なので仕方ないですね。そしてオリックスに移籍後、14年には首位打者に輝き、チームの2位躍進に大きく貢献。16年オフに FA 権を行使し、阪神に移籍、現在に至ります。というわけで今回は衝撃を与えたトレードを紹介させてもらいました。今回、小久保選手の時に紹介したこちらの書籍、Amazon で111円で売ってるので、興味ある方は概要欄からどうぞ。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。新たにサブチャンネル、Twitter も開設しましたので、概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。